で、ドライブトーク第3弾。第3弾なん知ってた？知らなかったっす。知らなかったやな。はい。日本代表のカシーフ選手に来ていただきました。ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと時間ないので、はい、出発します。はい。よろしくお願いします。お願いします。始まりました。カシーフ、このドライブトークって知ってた？知ってたんですけど。見たことある？ちょっと見たことなくて。見たことないやんな。日本代表初めて入ったやん、はい、あれいつ知ったん？もうみんなと同じ。あのタイミング？その日の練習前の朝、うん、トレーニングルームで、うん、ゆうとさんに、うん、なんか頑張ってこいって言われて。ゆうとくん知ってた？多分知ってて。マジで？何のことだろうって思ってたら、うん、練習後にああいうふうにみんなと同じタイミングで、ゆうとさんいつも来いとかっていう感じです。あ、マジで？森保さんから電話あるとかそんなないんや。僕はなかったです。あ、他の選手は分からないです。あ、なるほどなるほどね、はい、だってあのタイミングでえってびっくりしてたもんな。カシーフびっくりしました。一緒に、はい、どこと試合したっけ？2試合ぐらいしてたよな。はい、1試合目がウルグアイとやって、うん、それ出てない。はい、出れなかったです、うん、で2試合目僕が出たのがコロンビアです。代表として戦うのってさ、はい、世代別だったら22ですね。22か、はい、じゃあ海外と試合するのはもう慣れてんの？いや、慣れないですね。え、ほんまに、はい、コロンビアどうやった試合？いや、もう一人一人の、うん、能力が高いなっていうのは、うん、マジで改めて。そうですね。今日エグいディフェンスしてたよ。いや、あれもまあギリギリ届いたようなじゃあ謙虚やな。マジで。いや、本当に、はい、ほんま。いや、でも本当にやってみて、うん、改めて自分の武器は、うん、サイドでのアグレッシブさとか、うん、スピードだなって思ってやってて、うん、で、今季開幕から、まあ、そういうところも少しずつは、うん、去年より出せてきてて、うん、自信になりつつあったんですけど、うん、これを上から叩き潰されて。え、マジで？けど、だってさ、キッカーも務めてたやん。あ、はい、それはめちゃめちゃいいボール蹴ってたやん。いや、まあ、でも得点にならなかったんで。マジですけど、日本代表なんてサッカー選手の憧れの場所やんか、はい、全員が目標としてる場所にさ、はい、行って、まあ、俺とかはだからさ、もう入ったことないから、はい、教えてほしいね。何がちゃうかって、何を得たん？ピッチ内でのそのスピード感とか、うん、フィジカルのコンタクトの強さとか、うんうん、いつもより一歩間合いを詰めないと、うん、その一歩の前でやられるとか、まあ、そういうのもあるんですけど。え、やっぱスピード違う？そうですね、スピード感が違います。マジで、はい、今日それゆうとくんも言うな、スピード感は全然違うって、はい、僕も行く前にゆうとさんにそこは最初驚くだろうかって言われて行ったんですけど、うん、もう最初の鳥かごみたいな回しのところから目がついていかなくて。え、ボールスピード、はい、マジで、はい、これ大丈夫かなって思ったんですけど、まあ意外とそこは慣れて行けたんですけど、やっぱり最初は、あ、ゆうとさん言ってたのもこういうことか。マジか、はい、そっか。じゃあやっぱ怖いな。代表のスピード感に慣れてて、多分こうやってチームに帰ってきたら遅く感じるってことやろ？まあそうだと思うんですけど、僕の場合は怪我とかもあって、うん、ちょっとそういうのは感じなかったって。なるほど、ね、まあ、感じてないっていうのがあるんですけど、そう、ゆうとさんとかがやっぱり、うん、いつも行ってから帰ってくるとちょっと遅く感じるっていうのは、まあ、あるのか。そうか。技術っていう面では、うん、全然東京の選手も相当高い。あ、そうなんや。っていうのがあるんですけど、やっぱりその技術をもっとスピードがかかった中でみんなやってるなっていうのが、僕も全然最後まで練習についていくのが必死みたいな、うん、ほんま？もうやっぱり自分の技術の低さと、うん、スピード感の遅さを改めて。いやいやいや、うまいやんか、めちゃくちゃ。全然もうほんまに東京でもやっと目が慣れてきたなって思ってたんですけど、今日確かにあのトレーニングやってたらめっちゃうまなるやん、はい、うちの、はい、あの重々のな、試合中の余裕が全然違うんで、うん、そうやんな、はい、次いつなん？次は6月にあります。いや、絶対じゃあまた残らなあかんな。そうですね、もうここからやっと怪我から復帰できたんで。いや、ほんまそうやんな、はい、本当に。もう常にいないと、はい、だって言うたらさ、ゆうとくんと変わったってことやろ？まあそうですね、メンバー的に見たらゆうとくんだって左で、はい、出てて、そこにカシーフがゆうとさんと入れ替わった、入れ替わったってことやんな。はい、いや、ほんまやな。いや、もうマジでじゃあワールドカップ行かなあかんな。そうですね、行きたいですね、目標です。最近僕もご飯のことちょっと勉強し始めてて。あ、そうなの、はい、まあ、勉強し始めてるって言っても、あ、もう添加物をどのタイミングで摂取したらいいとか、
タンパク質の植物性タンパク質動物性タンパク質とか、うんうんうん、もう全然基本的なことなんですけど、うんまあ、そういうのをバイキングで見ながら、うん、取るようにしてるんですけど、うん、やっぱりみんなはもうそういうのが普通になってるっていう。なるほどね。あ、じゃあ食事のこととか今めっちゃ気にしてんのかしら。気にします。あ、そうなん、はい、それもあって自分でご飯作るの結構大変なんで、うん、実家に結構最近は帰って。そうなん、はい、どういうこと意識してんの食事。僕はあの鉄分の量が少ないんで、うん、あのいつもその血液検査すると数値が少なくなるんで、うん、鉄分を多く取れるようになる。なるほどね、はい、今お母さんが作ってくれてるんですけど。あ、はい、マジで。だから実家結構よく帰ってんのか。あ、そうです。もうそれが一番の理由です。あ、なるほど、はい、そういうことね。はい。いや、カシーフはさ、はい、もうほんまめっちゃ謙虚でさ、下から行くというかこう人に対して律儀でめっちゃ礼儀正しくてっていうイメージめちゃくちゃあんねんけど、はい、だって俺とかさ結構カシーフと仲いいやん、はい、なんだかんだ毎回クラブハウス行って喋っててさ、はい、毎回毎回礼儀正しくやってくれんねんけどさ、はい、なんか大切にしてることとか常に念頭においてこういう気持ちで生活してるとかそういうのってあったりすんの。ああ、でもまあちっちゃい頃から親に感謝の気持ちは忘れるなっていうのはすごい言われ続けてきてて、うん、僕お父さんが結構多分僕と似たような人で、めっちゃ怖かったやろ、はい、いや僕、まあ、家族には厳しく育ててくれたんですけど、うんうんうん、他の人と接してるのとかを見てるとすごい他の人に優しい、うん、あ、そうなんだ、人で、はい、あ、なるほどね。お母さんもそうなんですけど。あ、お兄ちゃんにだけめっちゃ怖かった。まあ、僕とお兄ちゃんに厳しくて僕とお兄ちゃんの人で僕お兄ちゃん子だったんでいつもお兄ちゃんの後ろついてたんで、うんうんうん、僕とお兄ちゃんが何か悪いことしたら、うん、まあお兄ちゃんがいても強く怒られるって感じで。ああああああ、なるほど。それはもう本当親譲りです、ね、あ、感謝の気持ちを。じゃあお父さんがめちゃくちゃそういう礼儀正しくて、はい、律儀なそういう人だったんや。まあそういうのを大事にしなさいっていう。なるほどね、はい、なんでいつもトップ昇格の時もそうですし、うん、今回代表選ばれた時もそうですけど、うん、やっぱり一人じゃ絶対になれない、うん、プロにもなれないですし、うんうん、代表にも選ばれないから周りへの感謝は絶対に忘れるなっていうのは、うん、その都度その都度言われます。なるほど。めちゃめちゃいい家族やん。ありがとうございます。え、今後のさ、はい、じゃあカシーフの野望とか、はい、展望とかどんな感じなの。まあもうちっちゃい頃からプレミアリーグで活躍するっていうのはしちゃうから。プレミア行きたいの。まあ、目標目標プレミア、はい、うんうんうん、なんですけど今の一番の目標、まあ、夢目標は、うん、FC 東京でリーグ優勝する。いや、もうそれはそうやな、はい、それをじゃそれを成し遂げて活躍して、はい、もう海外行きたいです。絶対行けるよ海外は。でも東京で僕プロ上がって1年目に、うん、ルヴァンカップ東京タイトル取ったんですけど、うん、僕1試合も出てなくて。あ、そうなんだ。メダルだけもらって貢献しちゃって。ああ、分かる。自分ではしてないんで、正直、うんうんうん、練習でみんなを盛り上げてとか、うん、そういうのも難しいし、できなかったですし、なんかそういう意味では貢献できたっていう思いが自分の中でないんで、うん、しっかり貢献したって思えるようなタイトルも貢献して、はい、東京に初タイトルを取らして、はい、海外行けたら最高やな。最高です。確かに。カシーフ休みの日とかさ、はい、オフの日何してんの。はい、オフの日は大体治療かトレーニングなんかしてて潰れます。うわっす、マジで。はい。あ、じゃあもう基本的には休みの日とか時間空いたら、はい、もう体のケアだったり、ます、これ、はい、まあ、そういうところトレーニングだったり、はい、で午後そうですね、必ず茨城行って午後はトレーニングするか、まあオフで休みか何かする。で、なんかもう全くサッカー関係ない映画大好きアホみたいな。映画大好き。映画めちゃくちゃ好きです。え、映画何見たん最近。最近この間コナン見ました。あ、マジで。はい。面白かった。めちゃめちゃ面白かった。あ、ほんま。なんか、まあ、映画も好きなんですけど、うん、映画館の空間が好きです。ああ、そうなんや。え、はい、他はなんかびっくりするような趣味ないの。びっくりするような趣味ですか。ああ、でもウクレレをコロナ期間で始めたんですけど、今はちょっとやってないです。あ、そうなの。ちょっとできないコードがあって、曲があって、それが逆にストレスになっちゃって。あ、なるほどね。ちょっと今やってないです。はい。あとは弟がいるんですけど、僕、うん、あの去年からバスケを始めたんで。弟が。はい、うん、結構弟と一緒にバスケするために、うん、バスケの NBA 見たりしてます。はい、
ということで、ドライブトーク、カシーフに来てもらいました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また、撮るのでぜひ見てください。ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。